ボブバーグはアメリカのジャズサクスフーン奏者。ボブバーグはクラシックピアノの勉強を始めた6歳から音楽教育を受け始めた。13歳でサックスの演奏を開始。学校を出てツアーに行くようになるまでに舞台芸術の高校とジュリアード音楽院で学んだ。バーグは1964年から1967年の終わりにかけてのジョン・コルトレインの音楽に影響を。 受けている。ハードバップスクールの学徒であったバーグは、1973年から1976年まで、ホレス・シルバーと、1977年から1983年まで、シダー・ウォルトンと演奏した。1984年に、マイルス・デイビスバンドに参加した時に、バーグは、より広く認知されるようになった。1987年に、デイビスのバンドを離れた後、 バーグは一連のソロアルバムをリリースし、ギタリストのマイクスターンと一緒のグループで頻繁に演奏及びレコーディングを行った。これらのアルバムではファンク、ジャズ、さらにはカントリーミュージックを他の多種多様な作曲要素と組み合わせてアルバムを制作してより入り込みやすいスタイルの音楽を演奏していった。彼はよくセブンスアベニューサウスというニューヨークにあるクラブで 演奏していた。また、チック・コリア、スティーブ・ガッド、エディ・ゴメスとのカルテットで一緒に演奏を行った。バーグのテナー・サックスサウンドは、ジュニア・ウォーカーや、アーネット・コブなどのリズムブルースプレイヤーと、ウェイン・ショーター、ジョー・ヘン・ダーソン、ジョン・コルトレインの叙情性、詩的な自由、魂を統合したものだった。バーグは、ニューヨーク州イースト・ハンプトンで妻と一緒に、 自宅近くを運転中に交通事故で死亡した。彼の車に追突してきた人物はセメントトラックを運転しており、氷の上を滑ってきたという、ありがとうございます。